英語のノートって言ってたよね。何か見つけた？見てよこれ、去年の春休み課題のノート。中を見てみたら今年のと内容が全く同じなの。ラッキー。あのさ、もっと真面目にやってよ。やってるわよ。だけどこれがあればめぐるくんも私の課題から解放されるでしょ。だから君も少しは喜んだの？立花さん、それだ、そのノート。なんだ、やっぱりめぐるくんも嬉しいんじゃない。そうじゃなくて、さっき長山さんが言ってたのはそのノートのことだよ。は？彼女言ってたの？少し前に石井先輩から借りたって。長山さんは僕たちと同じ学年だ。先輩から借りるなら今僕らに必要な春休み課題のノートに決まってるじゃないか。なるほど。あの子もあんな顔してズルしようとしてたってわけね。でもちゃんと見ないと。抜けてるわ。え？まるまる一つ分の章がすっぽり抜けてるのよ。確かここの間で西洋文化の理解とか言ってキリスト教を紹介した長文をやったのよ。キリスト教？訳してて退屈で仕方がなかったからよく覚えてるの。間違いないわ。橘さん、
この抜けた部分のノートあるよね。あるけど、どうしたの？確かめたいことがあるんだ。確かめたいこと？行こう。立花さんがキリスト教についての章が丸々抜けてるって言った時、僕の中で何かが引っかかってたんだ。それが何だったのか、何が僕の頭に引っかかってたのか、ようやく分かった。何を言ってるの？ちゃんと説明してよ。キリスト教の話をする時、決まってよく口にされる言葉ってあるだろう。神、死と復活、現在、人の行い、そして償い、そういった言葉のことさ。ほら、これを見て。すべて私が行いました死、神です。自らの罪をここに償いたいと思います。転写トレーシングだよ。立花さん、まだ決まったわけじゃないよ。第一、密室のことも。岸本さん、橘ですけど。いないみたいだ。チャンス、部屋を探して石井さんのノートの一部が出てくれば、それが証拠になるわ。どういう理由で？予習なんだから、それぐらい考えなさいよ。ほら、早く行った行った。ありゃ、開いてた。
いないわね。じゃあ早速ガサ入れを。待って、立花さん。何よ。分かったよ。何が？全部分かったんだ。ん？この事件は解決したよ。それって全ての謎が解けたってこと？そう、密室のトリックも分かった。萩原さんも言ってた通り、これは心理トリックだったんだよ。つまりあの時石井さんの部屋には鍵なんて最初からかかってなかったんだ。浅間さんだよ。浅間さんは？いい？あの時の状況をよく思い出してみて。部屋に鍵がかかっていたと思い込ませることが可能な人がただ一人だけいるんだ。あれ？でもさ、さっき浅間さんに1の紙が届いたわよね。あれって自演だったの？立花さん。どうしたの？早く急がないと。ダメだ、岸本さん。やめてください。話して。話して。私はいつこの敵を取るの。が死に組だったのね。違うわよ、バカ。
確かに浅間さんに1の紙を送ったのは岸本さんだと思います。でもそれは多分親友が味わったのと同じ恐怖をあなたに与えるためにですよ。山内先生と藤崎さんを殺し、さらに自殺に見せかけて石井さんを殺害した犯人、死神はあなたです、浅間さん。